自分が誰かに必要とされる。でもあの人が自分にこういうふうに言ってくれたから自分の人生大きく変わったなっていう人が必要不可欠の存在、それがヒーロー。始まっちゃえばもう子供たちまでかまそうかなって、本当に本気で背中見せないと感じです。今燃えてます。頑張ります。そこからが本番。え、いやマジ上等です。ペン。みんなに文句言ったり口だけど言い返さずに俺を信じて一緒にプレーを始めてありがとう。でも僕が一番感謝しているのは親です。親は毎日送迎してくれたりご飯を作ってくれたり自分のために尽くしてくれました。翔太のお母さんも送迎してくれたり
助けてくれました。で、その 95% の人が周りに流されてしまって、その 5% 余った 5% の人が周りに流されずに、同調されず自分を貫き通せるということなので、皆さんにはぜひそういう存在になってもらいたいです。でも本当に仲間には嬉しいし、いろいろ支えてもらって本当に感謝しかないです。愛してるぜ。こんだけなんかクレームが入るような3期生だったけど、やっぱその卒業会、こういう成長していく過程につれて、まあ人間としても大きくなったと思ってるから、その勉強も大事だけど、もっと子供の意見とか尊重させてあげてくださいと思うので、俺は絶対海外で活躍して日本代表になります。トリスコ機密コンテンツバイ BFG 学プロジェクトを終了します。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。